赤はさき競馬場所,所属の騎手。新潟県競馬、川内義明旧社で、旧務員を務めていた父、坂井正夫の次男として生まれ、子供の頃から騎手を目指していた。日本中央競馬会所属騎手の坂井学は弟で、ある。1991年4月6日、第1回三条競馬1日目第9競争ラ系、B1 路上県線でホロトダヤに騎乗し、初騎乗。 同年4月14日、第1回三条競馬6日目第4競争ラけ、C4 路上県戦をゴッドファザーで優勝し、初勝利。その後、向山牧、山田新大らとリーディングジョッキーを争い、新潟県競馬の主力騎手として673勝を挙げる活躍を見せたが、2000年暮れに所属していた、旧社の川内義明長教師が病気で引退することになり、 環境を変えたいと志願して、川崎へ移籍した。なおこの際、勝負服の服飾登録も現在のものに変更している。2001年7月から川崎で騎乗を始め、翌2002年には、キングセイバーで東京ダービーを制覇。南関東では、押しも押されもせぬ、主力騎手の一人となった。二千七年十二月十三日に、シンガポールターフクラブの短期免許を取得し、 海外遠征することが発表された。期間は2008年1月1日から3月31日までの3ヶ月間で、主に高岡秀幸9社の下で起乗した。2011年3月3日、第13回川崎競馬4日目第5競争し、21組12組13組条件戦を、ラバリーズームで優勝し、14,890戦目で、 地方競馬通算1500勝を達成。2012年6月4日付で、神奈川県騎士会所属となる予定であったが、6月11日付に変更された。2014年11月17日第7回、浦和競馬1日目第11、競争プラタナス特別を、天栄ヒーローで優勝し、17,402戦目で、地方競馬通算1700勝を達成。 2021年6月2日、浦和競馬第6競争を一通音で勝利し、2万1975戦目で地方通算2戦勝を達成した。ありがとうございます。